はい皆さんこんにちは今日も明日もあ後っても実践アルノミ実践系英語 YouTuber の坂木社長です今日も元気よくトイックパート5対策の問題やってまいりましょう今回図う問題はこちらの問題です まず最初の段がロングフリーですこの「Wrongfly」というのは副詞で「不当に」って意味なんですね「Wrong」というのが形容詞で間違っているという意味ですよねそして「フル」はいっぱいということですそれに「ly」がついて副詞になっている感じなんですが間違いがいっぱいあるような感じでっていうそういう意味ですから何か正しいことを言っているのに間違った情報をいっぱい入れられて変な情報にされているというそんなイメージですねはいということで「Wrongfly」「不当に」でした 次の段階は maliciously です。この maliciously というのは副詞で悪意を持ってという意味なんですが、名詞形は malice というふうに言うんですね。この malice という名詞は悪意という意味になります。形容詞形はこの maliciously から ly を取って malicious。これで悪意のあるという形容詞になるんですね。それの副詞形が maliciously だと思っておいてください。はい、ということで maliciously、悪意を持ってでした。 はい、それではこの問題、京都地方分かりやすく解説を加えてまいるコーナーとする。The owner's statement had wrongfully and maliciously been taken out of k u r a n and had damaged the business's reputation. こうなってます。じゃあ、公文見ていきましょう。はい、こんな風になってます。The owner's statement その所有者の言葉、オーナーの言葉は、はい、wrongfully 複視が2つア n d でつながれてるんですよね。はい不当にそして悪意を持って空欄からほにゃららされたみたいになります。はいそしてまた and がありましてハードダメージとですからハード過去分詞前で探したらここですよね。 はいということでこの and はハード以下とハード以下をつないでるというのが分かりましたはいそして The Business is Reputation というこんなちょっと書き方変な書き方なんですがこの The Business これが会社の意味で使われててその会社という意味で使われているビジネスの所有格はこんなふうにアポストロフィー S をつけるんですね S で終わっててもアポストロフィー S をつけますこれでその会社のという意味なんですね だからこの「所有者」というのは会社のオーナーのことなんだなというのはこれで分かりました。ね、そののオーナーナが持っていいる会社の評判ととうことですね、はい、ちょっとねこんな変な「S」で終わってるのにアポストロフィー「S」までつけるというね変わった言い方ですけどもその「会社の」という意味で単数形の「会社」これの所有格の形と思っておいてください。 はい、その会社の評判を傷つけてしまっていたということなんですね。過去において完了してたということです。傷つける動作が完了しちゃってたんですね。はい、じゃあ何からテイクされたんでしょうかって考えます。この中で入れて合うのはですね、これですね、コンテクスト。コンテクストというのは前後関係という意味なんですね。あとは文脈とか。 状況。これぐらいの意味があるんですね、コンテクストには。はい、ということで、ここにコンテクストが入って、意味は、前後関係から切り取られてしまった、という意味になります。不当に、そして悪意を持って、前後関係から切り取られてしまっていた、ということなんですね。はい、ということで、答えは、コンテクストでした。 はい。それでは知識が定着する音読のコーナーです。The owner's statement had wrongfully and maliciously been taken out of context. ここで切りましょうか。and had damaged the business's reputation. これ一気にいけるでしょう。はい。じゃあ、前から確認。そのオーナーの言葉は、不当に、そして悪意を持って切り取られていた。前後関係から。そして、傷つけてしまっていた。 その会社の評判を、ね、この順番で理解できればもうあなたはネイティブそれではオンスタート The owner's statement had wrongfully and maliciously been taken out of context and had damaged the business's reputation The owner's statement had wrongfully and maliciously been taken out of context and had damaged the business's reputation. The owner’s statement had wrongfully and maliciously been taken out of context and had damaged the business’s reputation The owner's statement had wrongfully and maliciously been taken out of context and had damaged the business’s reputation. The owner’s statement had wrongfully and maliciously been taken out of context and had damaged the business’s reputation The owner’s statement had wrongfully and maliciously been taken out of context and had damaged the business’s reputation. The owner’s statement had wrongfully and maliciously been taken out of context and had damaged the business’s reputation The owner’s statement had wrongfully and maliciously been taken out of context and had damaged the business’s reputation. Good job!